そんなに見つめていたってグウェンドリン様はお目覚めにならないわよ。ああ、魔法で眠っているんだろう。そうよ、口づけをしなければ。そうか、それで目覚めるのか。お願い、ダメよ。グウェンドリン様は王の命令も退けて私たちにとって大事な人を助けてくれた。それで罰を受けたの。思いと関係なく見知らぬ者に心を自由にされるのがこの方に与えられた刑罰。でもそんなのひどいわ。そうだな。口づけはしないの。あなたはグエンドリン様を奪いに来たのではないの。彼女を得られるなら。でもこんなやり方は嫌だ。人は物じゃないんだ。けれどこのままにしておくのもかわいそうだ。他の方法でオーダインの魔法を破る方法を探そう。あなたって間に合ったようだな。どけ重機師。グエンドリン、オーダインに伝えろ。タイタニアの三賢人が娘を預かったと。待て。Yeah!
よく聞く。
見せてやる。
はっきり言って。呼びとあらば、そろそろ新しいレシピを。さあ、ご注意。以上でよろしいですか？はい。以上で。またのご用命。Thank you.
探したぞ、魔法使い。魔石の武器だと？一度見たな、魔王の城で。お前がベルドーの話に聞いた魔剣使いオズワルドか。今日もこのような自然の摂理を冒涜する剣を作り上げたものよ。グエンドリンはどこにいる？答えねばその冒涜の剣で眠らせてやる。思えば私が最初だった。あの男に魔石の秘密を教えたのは、言葉巧みにわしらに近づき、冥界への抜け道を餌にわしらを測った。見抜けなんだわしらの老眼ぶりにも呆れるが、賢人を出し抜くとは恐れを知らぬ大大名、許さぬぞ。魔剣使い、お前に尋ねよ。魔石がいかなるものか知るや。はぐらかすな、答えろ。命も尽きねば保存とならん。保存が大地に変えられば新たな命は生まれない。魔石はその淀みに出た命の結晶、死も生も表裏で一体なのじゃ。だが気づいてももう遅い。すでに予言通り終焉は避けられぬ。我らの望みはただ一つ、終焉の後の新たな世界に現れる二人の王を予言の通りに招くこと。世界に混沌の循環をもたらし、二人の王のための世界を作ることじゃ。予言通り世界を滅ぼすとでも言うのか、狂ってる。お前などに理解はできまい。志半ばで言った仲間のウルズールも予言のためにその生涯を尽くした。新しい世界のためにならぬ操る大大院を滅ぼせるなら地獄の悪鬼にでもなろう。非道に娘の命を使ってでも。許さん。そう慌てるな、ベルドーから聞いているぞ。お前のことは何もかも、ちょうどお前の兄弟たちをこの宴に招いたところだ。ゆっくりしていくがいい。Hey!
待て、娘はここにはおらぬ。どこだ、言え。炎の国だ。炎の王オニキスのもとにいる。なぜそんなところに。お前は知らぬだろうが、炎の王はもともと王大院の定めたあの娘の婚約者だ。王大院が弦を左右して人を惑わせるのは今に始まったことではない。あの娘は炎の王をこちらの思惑に引き込むためには有効な駒だったのだ。娘の心を自由にする魔法をかけるとは王大院も無慈悲なものよ。すでにあの女の心は鬼にするあるやもしれぬぞ。さあ喋ったんだ、命は助けてくれ。愚か者が。駒だと言ったな、彼女。お前、俺を聖人か何かだと勘違いしてやしないか。危険なお前など生かしておくはずがない。お前に捨て駒の心など分かりはしまい。